はい、日暮山松です。どうもどうも、日暮山松です。今回はボルビ898円のちょっと高い水草を植えていきたいと思います。で、今の画像動画は枝の流木についたウィロモスをこうカッティングしてる作業中ですね。まあ、なんとなく動画にしてみました。まあ、こんなの動画にすんなって人もいると思うんですけど、まあ、なんとなく動画にしてみました。僕は結構こういうトリミング動画とか好きなので、まあ、なんとなく上げてみました。はい、ボルビなんですけど、なんか丈夫なんですよね。丈夫だけど高いっていう、まあこれで増えてくれればいいかなって思ってます。結構ウィローモスのトリミングは大変でした。で、まあこの洞窟水槽に、洞窟水槽って言っても、まあ、分かんないと思うんですけど、入れていきます。やっぱ自分もなんでこの水槽を洞窟水槽って言い始めたのかよく分かんなくなってきました。これ洞窟かなって。まあでも左の方が洞窟になってんのかな、一応。まあちょっとそこら辺は温かい目で見てください。で、ここの凹凸ロックを全部取っていきます。で、取っていったところにボルビを植えたいと思っています。ちょっとやっぱ開放感が欲しいかなって思ったので、圧迫感が結構あったじゃないですか、僕の水槽。まあそれがいいっていうのもあったかもしれないんですけど、まあなんかよくわかんないですけど、ちょっとまあ気分ですね、気分で変えてみました。で、ネオンドワフレインボーなんですけど、結構元気ですね。泳ぎ回ってて、でしかも群栄するんで、とても気に入ってます。で、このボルビは、なんだっけな、墨田水族館に行った時に、天野さんが、こう階段登って目の前にある水槽あるじゃないですか。あれで結構ボルビがいっぱいなってて、その動画を見てから、ま、直でも見たんですけど、墨田水族館、実際に足を運んで見たんですけど、すごいなって思って、ずっと憧れてましたね。で、確かその動画でこう全部元気のいい葉っぱを切り落としてやれっていうのを見たんで、898円のやつをわざわざ切り落としてます。すごいもったいない感じがしました。はい、まあこんな感じやってって3本に増えましたね。はい、まあ作業やってるところ見せてもつまんないかなって思ったのでカットしちゃいました。では、はい、全部終わりました。このまあ2つの凹凸ロックに巻いただけなんですけど、でもちょっとここでステマ的な感じになっちゃうと思うんですけど、この凹凸ロックは多孔質なんで、でゴツゴツしてるんで根付きやすいんですよ、あれが。なんか活着系の水草が、なので結構いいです。で、湧き水なんですけど、全部ちょっと取っちゃいたいと思います。取っちゃって、でやっぱ配管があると見てもらえれば分かると思うんですけど、アマゾンの血止めが浮いちゃうんですよ。で、それをなくしたいので、アマゾンの血止めをしっかりこうランナー生えさせて横にやりたいので、そうすると配管が邪魔なんですよ。なので配管を取ってやりたいと思います。で、水換え頻度を上げて、で、あとこの手綱ってやつをちょっと取って、コリドラスが病気にならないようにしたいと思います。はい、コリドラス増えてほしいです。愉快にアクアリウムさんが結構コリドラス増やしてて、
まあ、ツイッターでもよく見るんですけど、すごいなって思ってて羨ましいです。僕もそんぐらいに、まあ一番はやっぱストレス与えないように、まあ水質とかもあれなんですけど、多分一番はストレス与えないようにするっていうのが一番だと思うんで、まあ、この水槽なら結構隠れ家もいっぱいあるしいいんじゃないかなって思ってるんですけど、今コリドラス生きてるのがパンダが2匹だけなんですよ。で、コリドラス前買ったなんだっけ、ステルバイは全部死んじゃいましたね、3匹。あれちょっと自分の水槽もあんま良くないと思うんですけど、うん、ちょっと買った個体が悪かったかもしれないです。だからあんな安かったのかなって思ってます。はい、ご視聴ありがとうございました。またのご視聴をお待ちしております。さようなら。